はい、どうも、ゆっきーです。今回は、こちら。ラッキーストライクの、ソフトパッケージでございます。こちらはね、値段が460円だったかな。タールが11ミリのニコチンが 1.0 となっております。こちらね、最近知ったんですが、ちょっとね、まあ、分解してみましょう。最近ね、からね、動画上げるときは、タバコ動画上げるときは、これ、フィルターを分解するところから始めたいと思います。こちら、なんと、今までずーっとプレーンフィルターだと思ってたんですが、なんと、ちぎると、じゃーん。こちら、チャコールフィルターでした。はい。ね、チャコールです。で、結構、これを、中を、裂いてみると。ずっとね、俺ね、チャコール知らなくてね、吸ってたな。中を裂いてみましょう。このように。チャコールの、わかるかな？これな。チャコールの上部分がこれ、チャコールの、まあ根元の部分、根元っていうかその、吸い口から遠い方の部分がこうチャコール。で、もう半分がプレーンフィルターみたいな感じですね。うわ、バラバラだ。まあ、こんな感じでね。こっち側が、ほら、半々になってんだよね。半々でこれプレーンフィルター。こっちがプレーンフィルター。ようできてるもんだなと。でも割合的には、チャコールフィルターの方が長いですね。チャコールの部分の方が、長い、うん。で、さらにここを分解してみると、ああ、でもそんなでもない、ね。細かな粒子がね、こんな感じで。ね。バラバラだよ。細かなチャコールの粒子が。なっております。まあ、こんな感じです。ずっと知らなかったね。チャコールだったんだね。ということで、新たにモーター1本吸っていきたいと思います。このラッキーストライクは、ボックスの方が、もあるんですよね。ソフトパッケージとボックスがあるんですが、このアメリカンテイスト。アメリカンテイストなんだけど、やっぱりソフトの方がちょっと薄い感じがしますね。味が。本当は今日、JPS を買う予定だったんですけど、近くの、いつも JPS 買ってた、薬局があるんですけど、そこが、JPS 取り扱いしなくなったらしくて、あれって、JPS がね、なくなってたんですよ。で、取り扱わなくなったんですかって言ったら、はい、そうですって。やっぱ売れてないからですかねって言ったら、ああ、そうですね、みたいな。あんまり、売れてなかったから。ああ、JPS 吸いたかったんだけどな。JPS 売ってるとこ少ねえんだよな。ああ。でもやっぱ美味しいっすね。ラッキーストライクは。ラッキーストライクは美味しいっすわ。JPS はこれよからマイルドなんだけど。結構、ラッキーストライクに味似てるよね。ラッキーストライク。ウィキペディアを見ます。ラッキーストライクとは、ブリティッシュアメリカンタバコ、括弧 BAT 社、BAT 社が製造販売するタバコのブランドの一つである。
1871年に発売された長寿ブランドでアメリカ合衆国を代表するタバコ銘柄であると。こちら以前はね、両切りのやつ売ってたんですけどね。発売したのは1952年に発売した両切りのラッキーストライクがあったらしいんですけど、廃止されまして、2003年に廃止されております。これ吸いたかったなぁ。2003年俺が15歳なんで吸えないですね。一応、ウィキペディアを見る限りだと、一番長く続いてんのが、このラッキーストライク。まあ、販売も終了してるんですけど、ラッキーストライクの両切りがやっぱ1952年に発売って書いてあって、一番古いっぽいですね。それ以前のはちょっとわかりません。で、ちなみにこのラッキーストライク FK って言うんですけど、ソフトパッケージのやつ。こちらが1985年に発売と。ラッキーストライクの両切りを吸っている、ようつべで動画が上がってるんですけどね。すげえアメリカンなね、長髪のね、いかつい男の人がね、ラッキーストライクの両切りをね、うまそうに吸ってるんですよ。その動画あるんですよ。ちなみに、ラッキーストライクの両切りが、値段が300円。で、本数が20本入りで、タールが14ミリの、ニコチンが 0.9 ミリ。となってて、ゴールデンバットよりか軽いという。らしいですね。まあ、両切りもうなくなりましたけど。吸ってみたかったなぁ。ラッキーストライクの両切り。まあ、だからもう簡易的にこうやって、ちぎって、フィルターをちぎって。まあ、中が、結局さ、チャコールフィルターだからさ、これちぎって吸うのとは全然、味わい違ってくるよ。美味しいです。結構辛いですね。やっぱ、ラッキーストライクは。結構喉にガツッとくる。うん。結構喉にガツッとくるんですよね。まあ、それが、いいんですけど。これ、確か、なんか、結構熟成させてるらしいですね。タバコバーを熟成させて作ってるとかいう。ウィキペディアには書いてないと。非常に美味しい。でもやっぱ個人的には JPS の方が、こっちよかマイルドで、まあ、この辛さをマイルドにした感じの、味なんですよね。ああ、JPS ね。JPS も、11ミリのタバコなんですけど、それよかかなり、軽めの、味わいですね。これは非常に美味しい、ね。ということで、四つ星ご視聴ありがとうございました。